ベンジャミン・ジョン・ウィリアムズは、オーストラリアの首都キャンベラ出身の元サッカー、審判員。本職は、高校の体育教師、ベン・ウィリアムズとも、元 A リーグ、FIFA の公式審判員。2005年、FIFA の国際審判員に就任。以後、AFC カップ2007、AFC チャンピオンズリーグ2007、AFC チャンピオンズリーグ2008。 AFC アジアカップ2011予選、AFC アジアカップ2011、ロンドンオリンピック、アフ東アジアカップ2013、2010年及び2014年の FIFA ワールドカップ、アジア予選などで主審を務めた。AFC のエリートパネルレフェリーである。2015年のキリンチャレンジカップや2016年の J リーグ審判交流プログラムなどにより、日本でも数試合をさばいた。 2016年、サッカー審判員を引退。ベルコノン、ハイスクールニュースレッターベルコノン、ハイスクールハット ABC 決勝 T で、初、オーストラリア人審判、本職は、教師で、給料6ヶ月分返上ソカーキング AFC、エリートパネルメンバーズ 2010AFC ハット、 審判交流プログラムポーランド、オーストラリアより審判員を招聘日本サッカー、協会、中国友人裁判選風耐久総数字停止、スケクニア市振動体育審判受難の時代、サッカーアジア杯で、相次ぐ微妙な判定日本経済新聞。ありがとうございます。